主を3回叫んでお祈りいたしましょう。感謝とね、また蒔いた種が豊かに実を結ぶように祈りましょう。主を3回叫びます。主よ主よ主よ、私たちと共におられて、そして私たちを救ってくださって、そして救ってくださって、私たちを使わせてくださって、神様にありがとうございます。私たちの心の癒しに、種がまた今日元に出た人が回収して、信仰が強めに前進してくださるように、キリストの知らないものと変えることができますように、皆様憐れんでください。どうか最後まで守られてください。また憐れみをかけてください。よろしくお願いします。この中で傷ついた心がありました。どうぞ癒してください。この人たちは迫害の中にあっても怪我や事故なく守られたことに感謝します。今日もありがとうございます。どうか祈ることが受け取らなかった、またキリストの愛を伝えることができたか、心から感謝いたしました。昨日も今日も変わることのないイエスキリストの愛を信じて、すべての栄光をあなたに返し、イエスキリストの皆でお祈りを捧げます。アーメン。じゃあ最後ハレルヤ3回叫びましょう。3、はい、ハレルヤ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 。はい、どうもありがとうございました。私たち片付けますけど。